なあ、芹沢さん。不思議な結末になっちまったもんだよな。審判大名も、譜代大名も、幕府をどんどん見限る中、もともと徳川家とは縁もゆかりもなかった新選組の連中が、最後まで戦い続けたって言うんだから。土方さんが死ぬ間際、なんて言ったか知ってるか、また聞きでしかないんだけどよ。あの人、こう言ったらしいぞ。貴様、一体何者だ？我が部隊に何用だ？何用だったと？分かりきったこと聞くんじゃねえよ。新選組副長、土方歳三が敵陣に乗り込んでくる用事なんざ、一つしかねえだろうが！ほら、てめえらと戦って戦って、戦い抜くためだけにここに来たんだよ！この話を聞いたとき俺がどう思ったか、芹沢さんならわかるだろ？俺思ったよ。芹沢さん、あんたが死んだ後、あんたの魂は、土方さんに乗り移っちまったんじゃないかって。なあ、芹沢さん。俺は、身風呂押し組が産声を上げる瞬間と、戦いに戦い抜いて、ようやく訪れた終焉の瞬間に立ち会ったんだよな。これからどうやって生きていくのかなんてまだ全然浮かばないけどよ。それでも、ようやく俺も新たな一歩を踏み出すことができそうだ。さよなら、芹沢さん。次に会うときは、俺があの世に行くときだろうが、そのときまで気長に待っててくれよ。